エルゲイヨ・マラクウエトは、ケニア西部の旧リフトバレー州中部のカウンティ。中心都市は移転。2009年の人口は369,998人。北ケイオ地区タムバ地区キプカー村から望む、エルゲイヨ・絶壁北のマラクウエト地区と南のケイオ、地区に分かれるケリオ川が、西のバリンゴとの間に流れ、ケニア北部のトゥルカナ湖に流れ込む。エルゲイヨ・絶壁が西にそびえる。 北部、南部は凹凸が激しい。ヘマガ岩の地層が広がる。チェランガニ丘陵が第一交代の西半分を形成し、ウガンダの諸ト山へと北西に伸びる。長さ4 8トル、幅4 0トルに広がり、平均標高は2 7 0 0ルである。最高点は3 3 7 0ルを超える。 症状の多くが、ノボロギクや、ミゾイン族に覆われる。気温は14摂氏24度で、年間降水量は400から1400ミリメートルで、ある。カトリックとプロテスタントの両方のキリスト教が、盛んである。イテンヤカプスワル島の一部の地域では、イスラム教も信仰される。エルゲイヨ人、マラクウエト人、セングウエルビトが主要民族である。これらは、カレン人々に含まれる。 マラクウエトの伝統舞踊2007年の値を示す。中央が、エヴァン・スルと、ヒルダ・キベット、ウィルソン・キプサング・キプロティチ、エゼケール・ケンボイ、ビビアン・チェルイヨット、左がビオラ・キビホト・ブライミン・キプロプ、キプルト。ありがとうございます。